ANA グループが世界で初めて発注したボーイング787型機が明日11月1日で就航10周年となるのに先立ち、記念フライトが実施されました。記念フライトはボーイング787が国内で初めて就航した時と同じ羽田から岡山や広島に向かう便で、乗客には記念品が配られたということです。